脂質依存性イオンチャネルは膜を通過するイオンの透過性が脂質に直接に依存するイオンチャネルのクラスである。古典的に脂質は古典的リガンドの特性を持ち原型質膜の内側の小場にある膜貫通ドメインに結合する膜上材性の影イオン性シグナル伝達脂質である。脂質依存性チャンネルの他のクラスには脂質の張力、 厚さ及び疎水性の不一致に応答する機械、感受性イオンチャネルがある。脂質リガンドと脂質保因子の違いは、リガンドがチャネルから乖離することで、その機能を発揮するのに対し、保因子は通常、結合したままで、その機能を発揮することである。ホスファチジルのノシトール4、5ビスリン酸は、イオンチャネルをゲートするための脂質で、初期の最もよく研究されたものである。 PIP には細胞膜脂質であり、イオンチャネルのゲートに果たす役割が、その分子の新しい役割である。キールチャンネル PIP には内向き整流カリウムチャンネルに結合し、直接活性化する。その脂質は膜貫通度メイン内の明確に定義されたリガンド結合部位に結合し、ヘリックスを広げてチャンネルを開く。 カリウムチャンネルのキールスーパーファミリーのすべてのメンバーは PIP によって直接ゲートされると考えられている。ケッヘル7チャンネル PIP2 はカリウムチャンネルタンパク質ケッヘル7.1に結合し直接活性化する。同じ研究で PIP2 がリガンドとして機能することが示された。そのチャンネルが脂質症法に PIP2 と共に再構成されるとチャンネルは開き、PIP2 が省かれるとチャンネルは閉じられた。TRP チャンネル、TRP チャンネルはおそらく、脂質依存性として最初に認識されたチャンネルのクラスである。PIP2 は、ほとんどの TRP チャンネルの透過性を正、または負に制御する。TRPV5 では、膜貫通ドメインの V へ、PIP2 が結合すると、 電動経路が開くような構造変化が起こり、このチャンネルが古典的な脂質依存性であると考えられた。TRPV1 では PIP に適合部位は見つかっているものの、脂質だけでチャンネルをゲートできるかどうかは分かっていない。PIP2 と直接結合する TRP チャンネルは他に TRPM8 と TRPML がある。 直接的な結合が間接的な気候による PIP2 のチャンネルへの影響を排除するものではない。ホスファチジン酸は最近イオンチャネルの活性化因子として現れた。K2P、PA は膜貫通ドメインにある推定部位を介してトレケ1ワンカリウムチャンネルを直接活性化する。トレケ1ワンに対する PA の親和性は比較的弱いが、 PLD2 酵素によって局所的に高濃度の PA が生成されチャンネルを活性化する。ナクレ PA は人工膜内のナクレも活性化する。当初ナクレを活性化するために必要な PA の濃度が高いことから関連する影音性質がチャンネルを活性化するのではないかと考えられたが局所的な高濃度の PA が トレケイワンを活性化することが分かったことは、そうではない可能性があることを示唆する。ケッヘル PA の結合は、電圧活性化カリウムチャンネルの電圧活性化の中間点にも影響を与える。PA を減少させると、ビミドは、静止膜電位の近くでマイナス 40mV シフトし、電圧の変化がなくてもチャンネルを開くことができたことから、これらのチャンネルは、脂質ゲートでもあると考えられる。 PA 脂質がバクテリアクバップの相動チャンネルを一区位的にゲートすることが提案されていたが、これらの実験では影音性脂質であるホスファチジルグリセロールがゲートに特異的に寄与することを除外していなかった。ホスファチジルグリセロールは PA 活性化チャンネルのほとんどを含む多くのチャンネルを活性化する影音性脂質である。生理学的シグナル伝達経路については、 よくわかっていないが、PLD は、クリセロールの存在下で PG を産生することから、局所的な PA 勾配を生成すると考えられているのと同じ機構が、局所的な高い PG 勾配も生成する可能性があることを示唆している。機械的な力に応答して、膜内の脂質が変形することで、機械感受性イオンチャネルの特殊な集まりがゲートされる。脂質からの力と呼ばれる。 脂質膜が関与する理論は、イオンチャネルを直接開くと考えられている。これらのチャネルには、陽金圧に応答して開く、細菌チャネル MSCL 及び MSCS がある。機械感受性チャネルの多くは、活性化するために、影音性脂質を必要とする。チャネルはまた、膜の厚さにも応答することができる。トレケイワンチャンネルの内膜に沿って走っている。 両親倍性ヘリックスは膜の厚さの変化を感知し、チャネルをゲートすると考えられている。ペースはエタノールのン脂質代謝物で神経膜に蓄積され、PIP2 に,による軽チャンネルの活性化を競合的に阻害する。酵素がチャネルと複合体を形成すると、チャネル金傍にバルク膜中のリガンドよりも高濃度のリガンドが生成されると考えられている。 理論的な推定では、イオンチャンネル金傍で生成されるシグナル、伝達用脂質の初期濃度はミリモル程度であると見積もられているが、膜内での脂質拡散に関する理論的計算により、リガンドはチャンネルを活性化するには非常に早く拡散してしまうと考えられていた。しかし、コメリュラは、ホスホリパーゼ D2 酵素がトレ K1 に直接結合し、 チャンネルを活性化するために必要な PA を生成することを実験的に示した。コメギョラの結論は実験的に確認され、トレ K1 に対する PA の乖離定数が10マイクロモルであり、KD が膜内のバルク濃度よりもはるかに弱いことが示された。これらのデータを総合すると、PA は100マイクロモル以上の局所的な濃度でなければならず、 膜中で脂質の拡散が何らかの形で制限されていることが示唆される。理論的には、イオンチャネルは高濃度のシグナル伝達脂質への拡散、または輸送によって活性化される。その機構は、局所的に高濃度のシグナル伝達脂質を生成するのと似ているが、チャネル付近の膜の脂質濃度を変化させるのではなく、チャネルがすでに高濃度のシグナル脂質が存在する。 細胞膜の領域に移動する。このようなチャンネルの脂質組成が受ける変化は、膜内の創脂質濃度の変化を伴わずに、より早く変化することができる。影音性脂質は、イオンチャネル内の結合部位をめぐって競合する。神経伝達物質と同様に、気候薬の競合は作動薬の効果を逆転させる。ほとんどの場合、PA は p i p にとは逆の効果がある。 したがって、PIP2 によって活性化されたチャンネルに、PA が結合すると、PA は PIP2 の効果を阻害する。PA がチャンネルを活性化すると、PIP2 は、PA がチャンネルを阻害する効果をブロックする。エタノール、エタノールを摂取すると、ホスホリパーゼ D がエタノールをリン脂質に取り込み、トランスホスファチジル化と呼ばれるプロセスで、非天然で長寿命の脂質。 ホスファジジルエタノールを生成する。ペースは PA と競合し、その競合はトレケイワンチャンネルに拮抗する。カリウムチャネルでのペースの競合は、エタノールの麻酔作用と、おそらく二日酔いに寄与していると考えられている。ありがとうございます。